甲府鎮は中華人民共和国家北省官端市営年区に位置する鎮建築や城壁、広々とした堀を通して秋代の中国の都市の外観を保存する甲府古城は甲府鎮に存在する。甲府古城は2017年に中華人民共和国国家観光局により甲府古城系区として中国の観光地東急 RR に指定された。甲府は 秋代の公平府の中心地としてのかつての地位を表す鎮の古名公平府の音が脱落したものである。この名称は、館内に初めて鎮の名称として用いられた。北州には、川近くにあることから名付けられた、州として知られた。かつての高年圏や、現在の永年区の名称から永年としても知られてきた。甲府賃は、簡単市永年区にあり。 永年沼地の中心部に位置している。市内を見渡す、名様式の監視塔の一つ、城壁用路前の旧宅地の堀のそばで歩き回る、人々甲府鎮周辺は歴史に現れる頃から、典型的な沼地であった。甲府鎮自体は、紀元前6世紀頃の春秋時代に、初めて定住が行われた。秋時代には、進むの一部を形成し、戦国時代には、 町の一部を形成した。新町の下で、寒丹軍の一部を形成した。随末、東建徳の建てた夏国の首都として機能した。東寺鎮は、黄河の南の地点から、優秀や高栗へと東北に走る主要な道路上にあった。東建徳が、ワイアン軍王利神通を捕らえると、甲府鎮の牢に拘禁された。 東欧建徳が621年の頃の戦いで捕らえられると、騎兵数百騎が首都に退却後、勝利を得た東日も明け渡した。東欧建徳の処刑後、夏の将であった龍黒達は東突欠の助けを得て621年後半に甲府鎮近くで党を破り、再び反乱を勢いづかせた。寒東王を称した龍は、州を首都とした。 唐の体操は、近くの側の席を決壊させて龍黒、立を破り、関東軍の大半が壊滅した。龍黒、立は再び東特欠の助けを得て、進行したが破れ、623年1月に、州で処刑された。甲府鎮の現在の城壁は、唐に築かれた東側の城壁から始まり、元都民の時代に組織作りで作られた。 甲府城内の1.5平方キロメートルの歴史区域は中国の改革開放以降一新され、秋代の陳の景観を真似た建築様式となっている。ホレス・ウィリアム・ハウルディングの南直霊戦教団が1905年、陳にプロテスタント教会を開設した。初期はキャサリン・エウォルドが監督した。陳の時代であった19世紀には、世界の大極圏の最大流派の二つ、 洋式太極拳と武式太極拳の創設者、洋路前と竹宇城にとっての本拠地であった。洋路前と竹宇城の旧宅は、その生活と太極拳の流派を称えて、公設の博物館に転用されている。2007年に CCTV のドラマ、甲府対極電機のロケが沈んで行われ、2010年に放映された。ありがとうございます。